はい、こんばんは。カリウシリュウジンでーす。今回の話は、またライジン14の話なんですけど、はい、扇久保博正選手と堀口恭司選手、この二人の試合に批判殺到されていて、なんかね、もう弱すぎとかね、もうどうしようもねコメントがあってですね、もうと思いましたね。もう本当にね、二人ともがかわいそうでならないですね。はい、よく頑張ったと思いますよ、この二人ともね。はい、なのに対してですね、心ないコメントね言ってる方、本当にね、なんだと思ってるのかなと思いますよね。はい、まあ誰が勝ったかは言わないですけどね、本当に二人とも頑張ったと思いますね。はい、まあ、てなわけで今回の話はですね、ライジン14にですね、扇久保博正選手と堀口恭司選手のこの二人の試合に批判殺到されていたことについてのね、お話でした。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。